ヨンズ、おはよう。おはよう。今日はどこ行くんですか？犬、トルコになります。犬がちょっと可愛くてちっちゃいですよ。まだ会ってないですよね。はい。で、それで今日夜中の2時から今まで、あなたは寝てましたか？寝てなかったんです。寝れなかったですよね。なんで寝れなかったんですか？あの犬が家に来たかずっと言ってました。ねえ、ママはだから眠いです。だから車で寝ないよな。ね車って寝ないよ。パパが運転するの？うん、本当に。ママは寝るの？うん、車で寝ないよ。もう会いたくてずっと夜中2時から。生まれて初めてじゃないですか、こうやって寝てないの。そんなに嬉しいんですか？はい。名前は何か考えましたか？はい。一番いいなと思う名前は何ですか？チョコです。チョコ？はい。なんでですか、チョコは？チョコの色なんですよ。チョコの色なんですよ。じゃあ今から会いに行ってみますか？はい。最近ハマってる歌を歌ってみてください。やですよ。やってください。やですよ。やってください。まだ覚えてないですよ。ヨンズに一回言ってよ。 BTS で一番誰がかっこいいと思うんですか？ジョングクです。人たちがいつもジョングクって言わないでググって言われますよ。ググって言ってるんですか？じゃあ今から新しい家族に会いに行きましょう。一回もう一緒に寝れるぞ。イエーイ。じゃあペンパイナポアポペない。なかった？もう置いてないね。いっぱいいろいろあるね。かわいい。よくかわいい。やだ、かわいい。かわいくない？ねえ、さっきちょっと買ってしまったね、あれは。家？うん。家がないって言ったじゃない。家買っちゃったね。家買ってないじゃん。すごい。家じゃないよ。こういうので、うん、ソフトのやつで優しくね。そう、小さいからこういうじゃない？ねえ。なんかおむつとか何がいいんだろうね。おむつはいらないよ。あ、おむつじゃない、なんだっけ。おしっこシート。おしっこシート。うん、まあこれでいいんじゃない、これ。おむつ？これでいいんじゃない、これ。うん、それ、まあ、それだね、こう小さい犬より112枚や、どうせだったらこっち入れといたら、うん、44の34、これのサイズはいくつだろう。よし、これでいこう。誰がねーって言うと、あのソファまでさ上がれるように。これか。うん、これ今持てる。もちゃんと持てる。大きいがいい。うん、今どれがいい。大きいがいい。かわいい、かわいい。これはいたずらっ子だから大変。ちょっと頑張って買ってみます。でママ、これ歯も磨いてあげなきゃ。これほら、カカとメメのも買っといた。あと 歯も磨いてあげる。歯磨くの？どうやってやるんだ。口の中にこうやって指で入れてやるんだな。買われたらどうしよう。あとこれもいいね。じゃあそれも買いましょう。じゃあどれがいい。犬のおもちゃ。自分のおもちゃを買うんじゃないんですよ。ジグザの、うん、あ、ハムスターだ、見て。ハムスター。すごい、ありがとうございます。これ見て。乗るかな。乗るよ。そう、横にしたら乗るかも。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ乗りましょう。これ乗れない。
くつきました。息子夜中全く興奮して寝てなかったのでバックスイパパは運転お疲れ様でした。新しい家族が増えました。イエーイ。この子ですよ。この子ですよ。可愛いですか？お名前は何ですか？チョコちゃんです。チョコちゃんですね。チョコちゃんは何ヶ月ですか？9ヶ月です。9ヶ月ですか。女の子ですか男の子ですか？女の子です。女の子ですね。嬉しいですか？男の子の犬は名前知ってますか？バナナです。バナナ。男の子いたんだよねそこね。でモンキーって名前でした。モンキーも本当は欲しかったね。ツラと一緒に来たかった。だけどこの子はアサリって名前見ました。まあ、アサリちゃんでしたよね。はい。でも今は何ちゃんですか？チョコちゃんです。チョコちゃんですか。チョコちゃんのことこれからどうやってやるんですか？遊ばせて。遊んで一緒に遊んで。こんなにおもちゃも準備したんですか？はい。いっぱい準備したんですね。昨日いっぱいパパが準備してくれましたよね。ケージもね。チャカー。まだ名前が慣れてないんですかね。覚えてないね。覚えてないんですかね。あ、ほらほら。あ、ほらほら。あ、嫌かも。おー、嫌かも。パパ見て。もう懐いてな。すごい。懐いてきた。嬉しい？よかったね。すごい懐いてるじゃん。かわいいね。You'll see that we could do without when all our dreams are over.